ここのいいとこは、はい、そこの見張るの里、うん、それを利用して、はい、まあちょっと目の保養したり、それがちょうどできるんで、うん、まあ見張るの里の仮設は、まあいいとこがあるなと思います。なるほどね。あとはね、いろんなボランティアの人来てくれるんだけども、はい、私自治会長として一番考えるのは、はい、参加者が少ないんで、はい、その辺がね、迷惑かけちゃうかなと。来てもらうのすごく歓迎するんだけど、はい、まあ今10世帯で30人、はい、1年7ヶ月過ぎたんで、はい、洋服の物資は私はそんなに深く望まない、はい、ただですね、今まではやっぱり大きいとこから回ってくるんで、はい、私らのとこ行くときにはもうみんないらないものがどっと箱詰めてくるんですよ、はい、で私はここで3回くらい箱を開けて声かけんだけども、はい、もうそのまま封印してまた返す。それが現状なのね。なるほど。だから、まあ、小さいっていうのはそういうとこがちょっと利便性に欠けんだけども、なるほど、またいいとこもあるしね。そうですね。もうこじんまりして、はい、でそこの子供たちがある遊園地もあるし、はい、とお年寄り用のグランドゴルフのコースもあるし、お風呂もあるし、なるほど、と我々にレストランもあるし、酒飲むとこもあるし、はい、そういうとこはね、環境には恵まれる。なるほど。あとは散歩ね。ああそうですね、この辺はね、結構自然豊かで、ここは自然豊かでね、はい、四季を全部感じられるっていう。あ、なるほど。の後ろ一本行けば、はい、田んぼもあるし、うん、でまたメニーってブルーベリーもあるし、 あ、うん、あとまたちょっと散歩するとダムもあるし、ね、はい、だからそういう環境はすごくいいかな、うん、あ、なるほど。でたまにね、コテージに来るお客さんから、旅館に来る、ホテルに来るお客さんとも会えるし、はい、例えばこう今後我々 の、 そのこうボランティアにこういうことをしてほしいとか、なんかそういうなんか用があれば、はい、ボランティアの人は、はい、いろいろの元気づけに来てもらって、はい、やってもらうんでね、はい、だから変に格好つけないで、はい、こういうふうなお茶会だろお茶会とか、はい、あるいは違うところ、はい、仮説回った時に、はい、こんな情報がありますよっていう情報提供、はい、こんな話がありましたよとか、はい、そういうのも意外とこう聞きたいなと。あ、わかりました。